皆さんこんにちは。根本整体&ストレッチスタジオの根本です。今日はトレーニング初心者がこれからトレーニングする際にどの部分に注意したらいいかという話をさせていただきます。まずトレーニング初心者というのは筋力があまりないのでトレーニングする際に痛めてしまう方が多いので、私は可動域をできるだけ狭いところで行っていただくことが安全性を高める要因になると思います。例えばスクワットであれば浅いレンジで行うことがその安全性を高めることにつながります。フォームができてくるとレンジを深くしてもしっかり止まれるので大丈夫ですが、まずは低体力者、高齢者などは浅い範囲でトレーニングを行ってみてください。スクワットなども狭い範囲で行う。そうすることで自分でコントロールできる範囲の角度しかできないので痛めるリスクがかなり減ると思います。また懸垂などでトレーニングする際に自分の体重を懸垂でできるというのはなかなか一般の女性ではできないと思います。そのためまずは斜め懸垂、小学生でやった時の斜め懸垂で浅いところから始めてだん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 広くしていく。もう少しできるようになったら鉄棒にぶら下がってこの状態から狭いレンジで肘をあまり伸ばしきらないで行ってみるということですね。データで実験された結果がありますが、狭い範囲でトレーニングしていっても結果としてそこの筋力、その近いところの力発揮が強くなっているということが分かっています。そのためいかに狭い範囲でトレーニングを始めてもだん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 レンジを広げていくことができることが分かっています。いきなりフルレンジで行おうとしても懸垂が一回もできない方はトレーニングとして効果が出ないので、そこで無理して上げよう上げようとしてもトレーニング効果は望めません。そのためできるだけ狭い範囲で行うということがトレーニング初心者には必要になってきます。バーベルなどを使うときも同じで、やはり狭い範囲で筋力がない方は行っていただく、そしてだん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 レンジを広くして行っていただくと自然と自分自身も狭いところがだんだん広がってきたなということでトレーニングもやる気が出てくると思います。今日は筋トレをこれから始める方、特に低体力者の方は狭い範囲からトレーニングした方が安全にできる。また狭い範囲でトレーニングしてもトレーニング効果としてだん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 可動範囲を広くしていくことができるというお話をさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。